アンデシュ・サンデー・エルステッドアンンデデシュ・サンデー・エルステッドは、デンマークの植物学者、動物学者である。中南米で、生物調査を行い、特に海水中の微生物の研究を行い、後のプランクトン研究の先駆けとなった。ランゲラン島のルーケベングの商人の家に生まれた。おじに、物理学者のハンス・クリスティアン・エルステッド、同盟の法律家で後に首相になる同盟のアンデシュ。 サンデー・エルステッドがいる。4歳の頃から、おじのアンデシュ・サンデー・エルステッドの下で育てられた。1835年に市民学校に入学し、教員となり、1837年に市民学校、1839年からコペンハーゲンの首都学校で自然科学の教師となった。1839年に植物学の著書を出版した。 博物画家のクリスチャン・ソーナムと共に、博物探検を行うようになり、グリーンランドなどの変形動物の研究を行い、1844年にコッペンハーゲン大学から学位を得た。1845年から西インド諸島、中米での博物探検に参加し、多くの植物を採集すると共に、深海生物も採集研究し、 顕微鏡による観察で微細なものなどが含まれていることを見出し、これが海洋生物の餌になっていると主張した。これはあまり注目されなかったが、後のプランクトンの研究の先駆けになった。いくつかの新種の藻類などを記載した。菌類学の分野でも、サビ病菌の一種のジムノスポリンジアムサビ内が、異種規制であることを発見した。これは、異種規制の発見としては、 アントン・ド・バリーの発見と同時期である。1851年にコッペンハーゲン大学の植物学の教授に任じられた。乱化の植物の俗名、スタデラに懸名された。ストは、植物の学名で命名者を示す場合にアンデシュ、サンデー・エルステッドを示すのに使われる。ありがとうございます。